よ、レオナ。あ、キリト。今のもスカーレットの旋律なのか？聞かれちゃったね。そうだよ、これが一番目の旋律なの。そうなのか。すごく良かったよ。こうしてたまに歌っているのか？うん、ここでもやっぱり大好きなお歌を歌うことにしたんだ。そうしてればいつか思い出せるかなと思って。それでこの前、一人で歌うのにちょうどいい場所を見つけたんだけど、強そうな魔獣が出て思わず逃げてきちゃった。それは大変だったな。レオナも心配だし、魔獣をそのままにしておくと住民に危険が及ぶかもしれない。よし、それじゃあ俺がその魔獣を倒してくるよ。いいの？ああ、記憶を取り戻すきっかけになるかもしれないし、そこで歌いたいんだろ。ありがとう。キリトってやっぱり優しいね。やっぱりって？あ、なんでもない。ただキリトとは初めて会う気がしなくて。そうなのか。うん、それだけ。それじゃあ魔獣がどのあたりに出たか教えてくれないか？うん、私サストネル山地にある浮遊岩の高台の頂上、望郷の丘あたりでお歌の練習をしてたんだけど、そこで岩の竜みたいな魔獣が現れたの。すごく強そうで怖かった。なるほどな。あ、分かったよ、そこに行って倒してくれ。それじゃあ悪いけどお願い。気をつけてね、キリト。レオナが言っていたのはあいつだな。よし、倒すぞ。レオナに報告しに行こう。レオナ、例の魔獣だけど倒してきたぞ。これでまた歌いに行けると思う。本当に？ありがとう、キリト。この世界でも
歌える場所ができてすごく嬉しい。歌うことが私の生きる意味、私が存在する理由だから。綺麗な感情だけじゃない、絶望も痛みも、私は全部お歌に込めたい、そう思ってる。絶望や痛みか、それを歌にできるってすごく勇気がいることだと思う。ううん、それは自分の持つ感情や経験からにじみ出るもので自然とお歌に変えられる。あのね、私キリトと接してるとどうしてかあの曲の歌詞や自分の過去を少しずつ思い出すことがあって、キリトは明るいけど本当は何かを背負ってずっと一人で戦ってる。そうでしょ？俺ってそんな風に見えるのか？うん、だから共感できる気がする。へえ、レオナ不思議だな。なんだかずっと昔から俺を知っていて全部見透かされてるみたいだ。そんなことないけど、今もキリトを見てるとどうしてかこんな歌詞を思い出したの。振り返っても戻れるわけじゃないから、進むべき方角はおのずと決まっていく。諦めの過去に別れの花掲げる、一人立ち望む花。思い出したのはここまで。まだ断片かもしれないけど、それでも君の強い気持ちがすごく伝わってきたよ。面と向かって言われるとちょっと恥ずかしいかな。でもねえ、また私の歌聞いてくれる？あ、もちろんだよ。もっと君の歌をたくさん聴かせてくれ。